柏飛行場。柏飛行場は、かつて、千葉県東葛飾軍殿中村大技14に、現、柏市柏の葉に存在した大日本帝国陸軍の軍用飛行場。別名、東部第105部隊。1937年、昭和12年に1月に策定された、長期航空軍備計画に基づき幼地防空のための施設を首都周辺に求めていた陸軍に対し、 地域振興策の一環として、軍施設の誘致活動が行われた結果、新設飛行場用地として選定され、1938年、昭和13年11月に、柏陸軍飛行場、東部第105部隊として開設された。まもなく立川飛行場から飛行第5戦隊の部隊本部が転営し、1939年、昭和14年には、 飛行場南側の高田原、十四二倍林地区、後の柏機械金属工業団地付近に、飛行機の整備に関する訓練や教育を行う、第四航空教育隊、東部第1 0に部隊が開設されたほか、飛行場に配備されていた、飛行機や車両の整備、点検を行う補給機関として、平営の西側に位置する、八木村小牧神殿、現、流山市、小牧台区に、 陸軍航空省立川市長、柏文章が解説された。その後も数字に及ぶ拡張が行われるとともに、諸施設の充実が図られた。当初は主に訓練飛行が行われ飛行台後、船体が連戦を重ねていたが、同船体の南方進出後は、戦局の悪化に伴って、部隊の前線転用が相次いだため、飛行代87船体、飛行台1船体、 飛行台18戦隊、飛行台70戦隊の各部隊がほぼ入れ替わる形で展開し、B-29 による関東地方への本格的な空襲が始まった1944年、昭和19年11月以降は頻繁に溶撃出動が行われ、また本土における作戦準備の一環として空地分離が実施されたため、1944年、 昭和19年8月から終戦までに航空地区部隊として第7飛行場大隊、第4独立整備隊、第3飛行場大隊の各部隊が展開、発進準備や施設管理など各種地上支援任務を担当した。飛行場周辺は東側の隣接地に広がっていた林以外に特に目立った障害物が存在しなかったことから、 日本初のロケット戦闘機周水の基地として指定され、同期の正式採用後は、飛行台70戦隊において、機種改変を実施したい b 2 9予撃へ、実戦配備する予定であった。このため、1945年、昭和20年に入ると実用実験のため、多摩飛行場から陸軍航空審査部特隊が展開、近隣の宝永寺を宿舎として終戦まで、 飛行実験を行った。飛行場から数キロメートル離れた田中村大室花の市区には地下燃料貯蔵庫が建設され、2010年、平成22年までに5機が確認されている。アメリカ軍がテストに用いるためを伊浜飛行場に空輸を命じた4機の日式艦船を除くすべての戦闘機が武装解除によって廃棄され、1945年。 昭和20年10月20日には、アメリカ陸軍第112機兵連隊戦闘の、砲兵中隊75名が下静飛行場から、柏飛行場へ移駐して、占領を行った。ほぼ同時期に、食料増産緊急事業によって、農地転用が決定していたため、11月には、引上げ者や旧軍人、軍属など、約140名が、入植て開墾が始められた。 占領部隊は10月30日に一個小隊が藤ヶ谷飛行場へ移駐していたことなどから20名程度に規模が縮小し、翌年1月16日の部隊解散までにはすべての兵力が撤退した。また、陸軍省の廃止とともに柏飛行場は大倉省の管轄となり、1947年昭和22年10月には大倉財産から 農林財産へと所管外され、さらに1949年、昭和24年2月には農地として入植者たちに渡された。その翌年の1950年、昭和25年6月に朝鮮戦争が勃発し、同年7月と翌年6月の2度にわたって開拓農地の大半はアメリカ軍に接収された。当時、 アメリカ陸軍の将校が視察のため L マイナス6連絡機で現地を訪れており、これが柏飛行場に離着陸を行った事実上最後の固定翼機となった。なお、滑走路や誘導路は農地として開墾される過程で土地の保水力低下や水はけ悪化の原因、大量降雨時の工作地への雨水流入などに繋がるため路面のコンクリート舗装が剥がされており、柏無線送信所、 後の柏通信所として、実際の運用が始まった1954年、昭和29年頃までには、アメリカ軍が、異常区域の出入路を、アスファルトで舗装した箇所以外は、すべての舗装が、すでに撤去されていい。これらは30年後に、土地区整理事業が施行されるまでは、砂利や割りリー石が敷かれた、未舗装路のままとなっていた。接集を免れた。 平野地区の中央部分には、1956年、昭和31年に、航空自衛隊の指揮管理に関する送信業務を、主として行う柏子は送信所、約6万9000メートルが開設され、現在も、航空システム通信隊システム管理群によって、運用されている。その他の非接収区域に該当する跡地は現在までに、商工集会所跡付近が、保育園、 当端の格納庫跡付近が、養護学校、舞台生門跡付近が、柏警察所高田原交番、被服湖、縫製工場跡付近が、スーパー、柏文章跡付近が、住宅地などになっており、飛行場北東の拡張部分、滑走台跡は14に工業団地となっている。アメリカ軍から全面返還された後の跡地は現在までに、千葉県立柏の葉公園をはじめ、 東大柏キャンパスなどの研究教育施設や、財務省税関研修所、関税中央分析所、国土交通大学校、警察庁科学警察研究所、国立癌研究センター東病院などの国、観光庁関連施設などとして利用されているほか、私立小学校、県立高校、柏の派公園住宅などになっている。柏飛行場が B-29 の爆撃を 直接受けたことはなかったが、終戦までに周辺地域へ2機の B-29 が墜落した。1945年、昭和20年3月10日の東京大空襲を終えて期間中だった B-29 のうち、変態最高尾を飛んでいた1機が対空砲火で損傷。飛行場防護のため隣接地の田中村若芝に配置されていた。 放射法によるものとの説がある空中分解し、飛行場から北西へ約4キロメートルに位置する、福田村、現野田市下さんが、尾の駒形神社付近の畑へ墜落、搭乗員10名が死亡した。墜落直前に2名が脱出し、飛行場付近へ落下山降下した様子を目撃した、近隣住民が通報、警防団も協力して捜索が始められ、うち1名は降下したた。 中村正次寺付近で拘束された。飛行場北端へ降下した別の一名は、出業後、田中村十四二と大青田の阿佐境付近に位置する林の中で、缶詰の携帯食を食べていたところを、警防団員と第三飛行場大隊の隊員らが発見し、拘束、いずれも東京憲兵隊、市川分隊柏市分検隊へ、身柄が引き渡された。その後、 マサツラジに降下した一名は重傷を負っており、瀕死状態だったため虐殺、飛行場に降下した一名は、東京陸軍刑務所に収容されていが、5月25日深夜から26日未明に、かけての東京空襲で焼死した。この5月25日の空襲の際は、東京方面から北東に向かって飛行していた B-29 が、エンジンから火を吹いて、操縦不能に陥り、 日本軍機の溶撃によるものとの説がある。統括地域上空で数キロメートルの範囲を旋回した後、飛行場から西方、約2キロメートルの新川村霧ヶ谷神殿、現、流れ山市西初石付近で、松の木々を200メートルにわたってなぎ倒しながら墜落。機体は爆発炎上し11名の搭乗員全員が死亡している。搭乗員の遺体は、簡素に埋葬されていたが、 終戦後、墜落した B-29 搭乗員の取り扱いに関して、一般住民も含め BC 級戦犯として、訴追されるケースがあったことから、改めて掘り返して、遺骨を丁重に埋葬し、調査に来た占領軍がこれを回収した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。